こんにちは。大和アパレル担当の佐藤です。今月の月刊イソプレスはこの秋多数のニューアイテムが発売されます。トーナメントアパレルについて詳しくご紹介していきたいと思います。トーナメントブランドの特徴は全身の素材と機能を採用し優れた操作性と快適性を備えていること。リールやロッドだけでなくアパレル製品に関してもそのこだわりは同様です。それでは2023秋イソトーナメント主力商品のご紹介をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。大和シューズ担当の山崎です。今回僕からご紹介させていただくのはこちら、新しくなったトーナメントシューズです。トーナメントのシリーズでですね、ゴアテックス実は初めて採用いたしました。これを採用したことによってですね、防水性、透湿性ともにすごく向上しております。なので雨の日であったり波しぶきがかかってもドライで快適な釣りが可能になっております。で、他にもですね、いろんな細かいところがアップデートしております。その中の一つでですね、オーソライトインソール、これ前から使ってはいるんですけども、表面にですね、今回滑り止め加工しました。それをすることによってですね、斜めの椅子においても足が前に滑りづらくなるんで、つま先が痛くなったりとか、そういうのを軽減できております。で、他にもですね、足幅、ここの幅ですねを少し広くしております。なので前モデルちょっと足幅きつかったなっていらっしゃる方いたかもしれないですけども、それも改善しておりますので、すごくいいポイントになっております。以前から採用しておりました DDS システム、フロントプロテクター、こちらも搭載しております。今回はですね、さらにサイズのラインナップが24センチから30センチまでラインナップしてますので、足の小さい方から大きい方まで履いていただけるようにしました。なのでですね、ぜひ店頭に行っていただいてですね、手に取っていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ダイワーバック担当の工藤です。今回はトーナメントロッドケースを紹介します。今回のトーナメントロッドケースですが、2種類のタイプがございます。1つ目は RS のタイプになっております。 RS タイプのロッドケースはこちらです。こちらのロッドケースは軽量をコンセプトにしておりまして、近場の釣りや荷物の少ない方に向けた商品となっております。横から見ていただくと、両面のポケットをなくして内部の収納を充実させたロッドケースになっております。2つ目は R タイプのロッドケースです。 R タイプのロッドケースはこちらです。こちらの商品は大容量をコンセプトにしておりまして、収納に特化したロッドケースになっております。従来のトーナメントロッドケースと同じように、横から見ていただくと両サイドにポケットがある商品です。本体全体も形状を一新しておりまして、中に収納のポーチや小物入れをつけることで全体の収納量をアップしたコンセプトのロッドケースになっております。ファスナーを一番下まで開けていただくと、従来のロッドケースよりも中が見やすいような構造になっております。こちらはどちらのタイプにも搭載しております大開口システムです。タックルの準備の際や持ち帰った荷物を片付ける際に中の奥まで見えるような機構になっております。もちろん磯釣りに必要な機能はたくさん詰まっているロッドケースになります。こちらのロッドケース、ぜひお手に取って見てみてください。次の製品はレインスーツです。 DR1023T トーナメントゴアテックスプロコンビアップスーツのご紹介をさせていただきます。こちらですね、ゴアテックスの中でも最高峰のゴアテックスプロを採用したスーツとなっておりまして、透湿性に優れた生地、そして摩耗性に優れた生地、その2種類を適材適所に使い分けたレインスーツとなります。肩や袖、あとお尻、裾口などは摩耗性に優れたゴアテックスプロの生地、脇の下や背中など発汗性が高い箇所は透湿性に優れた生地、この2種類を使い分けることによって衣服内を快適に保ちます。
ちらロッド操作の時に稼働する肩甲骨周りですね、こちらの方にアクションプリーツを入れることで腕の動きを妨げません。フローティングベストとジャケットが合体できるようにフロントファスナーのすぐ脇にファスナーを配備し、ベストと合体できる仕様になっています。コンビアップシステムのメリット、それは真下の視界が広がることです。隆起の激しい位相、また濡れていたり足元が悪い、薄暗い、早朝や夕方または夜釣りなどですね、そういったところで足元の視界が見える安心感、そしてそれは安全性につながります。今回フローティングベストにレインパンツが合体できるコンビアップシステムの新機能を採用いたしました。紐まで少し煩わしかった股紐ベルトの付け外しが容易になります。フローティングベストの股ベルトと同様の効果で、万が一落水した時でもフローティングベストが脱げない仕様になっております。続きましてフローティングベストをご紹介させていただきます。 DF3023T トーナメントバリアテックサイバーフロート、今回大きく変わった点はロッド操作がしやすいように背面のカッティングを大きく削ったことです。また浮力材の設計も全て見直し、より体にフィットするように分割してかつ動きやすいようにいたしました。次に腰ポケットの機能をご説明いたします。今回腰ポケットの中に浮きホルダー、ハリスホルダーを新しく採用いたしました。浮きホルダーは円錐浮きが整理できます。ハリスホルダーは号数別にハリスが整理できます。左右ともにベルクロで取り外しが可能です。お好みに合わせて取り外すことにより大容量のポケットとしてもお使いいただけます。レインウェアの方でもご紹介させていただきましたレインパンツとのコンビアップシステムもありますが、従来の股紐も標準装備しております。お好みに合わせてどちらもお使いいただけます。いかがでしたでしょうか。動きやすさや使いやすさといった快適性に加え、トータルでのデザインにもこだわったトーナメントブランドのアパレル製品、ぜひお試しください。